どういう何ポーズそれは。何待ち？タイトルコール待ち。タイトルコール。他のタイトル作ってもらってないの？作ってありますよ全部。もう出てないです感じですか。いや右から出てるけど上のがあれだったから。まあ、スタートしてるよ。はい。はい。一番下の右。それあれアルバカになってる。あ違う。そうです作ってあります。スタートしてあるから喋ってね。はい、これそれそれそれ、あ今の、はい、OK です。 OK ですか、はい、あのどん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 みたいなのないですよ今日は。どどどいつものあのだいたいあの芸人になりたいみたいなのないですよ今日は。コールお願いします。えそれないよ。どういうのないの。コージーのあ綺麗になりたい。どうも本当になんすかこの番組は。マユミンはマユミンじゃないですか。ちょっともう本当に毎週毎週マユミンファンの皆様お待たせいたしました。今週もマユミンがいません。今週はいません。今週はいません。今週はいませんのでようやくやっと彼がこの番組を乗っ取るということで取っちゃうぞ取っちゃうぞ。んこんばんは。こんばんは。どうしよう、すいません。なんか変な汗が。やっとね、あの、この間。いやね、変な汗が。暑いですからね。いや、この間のね、あの、ダメ出しの回を見まして。ダメ出しかわいそうでかわいそうでならないところで。やっとね、ここで、うん。渡辺の力を見せてやると。そう。見せてやるぞ。いよいよ来ましたね今日の時代が。そうです、もうこれからは俺の時代だみたいな、というのでね、はい、見してやりましょう。見してやります。もうダメ出しは食らわないと。はい、もう大丈夫。ブンブン回すよ。ぐるん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 いくから。でよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。で今日何しましょう。何しましょう。っていうか私は誰ですかっていうところで。あ私、あどちら様ですか。すいません、どちら様ですか。私は岡村浩二と申しまして、エアイズで看護屋やっております。なんでしょうね。そんなもんでいいですか。八重洲に家具屋ってありました。八重洲に家具屋はね、若干あるんですね。若干ある。若干ね、はあ、あるんです、ね。おお、これは新情報で。新情報ですよ。寄っていただければね、検索してくれるとね、はあ、すごいですよ。すごい。すごいよ。すごい。岡村家具店ってね、はあ、八重洲あじゃあ言って静岡家具屋で行くとね、検索すると3番目に出てくるんですよ。おお、これはかなり有名な。ただ八重洲が上に2軒あるんですよ。静岡の前に八重洲がもう2軒あった。やけにね、この八重洲市内の情報リテラシーがすごいと思わない？家具屋に関する。すごいですね。競争過多。魚と家具みたいな。家具なのよ。ああ、なるほど。八重洲家具屋で3位。静岡家具屋3位だったら八重洲で1位だろ、普通ってさ。どんだけ静岡に家具屋あるんだと。そうですね。なんで知らない家具屋3つ並んでんだって。あ、知らないんですか。世の中知らねえだろ。あ、そうか。もうちょっと静岡の家具屋のメジャーなところを探すわけなんだけども。確かにそうですね。そんな家具屋をお送りします。はい。本日は、マイミンじゃなくて、コージーの綺麗になりたい。綺麗になっちゃいます。やっちゃいましょう。よっこーちゃん。ありがとうございます。で、わざわざ今日特集で何を聞きに来ましたかというと、うんうん、いよいよ来月から、八重洲街中ゼミナールというのがまた始まるんですよ。ゼミナール。あの例の有名な、知らない。知らない。知らない。まだ知らない。知らない。有名なこの街中、八重洲街中ゼミナールというのが、いよいよ始まるんです。あ、そうだ、前回った。あ、来ました、来ました。どこが一番近いのこれ。カメラ的にはこれ。ここですね。これ見えないでね、これ。八重洲街中ゼミナールというのがね、いよいよこれ始まるんです。始まるんですね。始まるんですね。何が始まるかというとですね。始まる。来たー。あ、そうなの。振ってなかった今。ゼミナールが始まる。始まる。ポーズ。はい。よく見るんだけどね、そこの声大体入ってないから何言ってるか分かんないんだよね。ちゃんと見てくださってるんですね。ちゃんと見てますよ、ね。ありがとうございます。外野の声用のマイク欲しいですよね。うんうん。面白いんだね、外野の方がね。多分。あきらさんが首を横に振ってます、ね。外野の声からのこっちの返答だからね。
コールアンドレスポンスですもんね、うんうん、でコールが分かんないからレスポンスの人何が分かってるか分かんない、見てる人は分かんないですね、と、うん、いうことで、はい、ということですね、八重洲の街中ゼミナーっていうのがですね、はい、9月の7日からいよいよ始まるわけです、7日から、はい、始まるんですね、もうすぐじゃないですか、ね、もうすぐなんですね、ほう、これ毎回楽しみにしてる人は楽しみにしてるんですけども、知らない人は知らない、知らない人は全く知らないです。そのために今日来たんです、はい、ありがとうございます、司会どっち？え？司会どっち？司会は今日はあの工事も綺麗になりたい、工事でいいのかな、はい、ですね、で八重洲の今回は、今回はですね、はい、22店舗のね、各小さなお店から大きなお店まで、はい、いろんなお店の方が、うん、俺の持ってる知識を、はい、無料で教えてあげようじゃないかと、無料で、無料でやらせて、おー、なんて太っ腹、何をおっしゃいます、教えていただ、教えさせていただきますっていう感じですけども、ね、そんな大きな感じじゃないけどね、教えさせていただきますので、ぜひともうちに寄ってくださいませという会なんですね、もう来てくださいませ、来てくださいませ、あの各々の店舗が思考を凝らした、うん、はい、あの講座名で、うん、思考を凝らした講座内容で、内容で様々な、お得な情報、はい、お得な、なんていうの、技術を無料にて、無料で教えていただけるというね、とってもお得な講座が来月の9月の7日から10月の13日まで、13日、結構長いですね、長いですよ、プライベートですよ、1ヶ月ちょっと、そうなんです、で、店舗名だけ先にさせて、あのザーッと言いますね、はい、で知ってる知らないはまた別です、はい、でぬかや斎藤商店、これが鉛節工場の見学と調理、うん、初めて の, 鉄あのジャム作りというのはサウンドアルファ昭和通りにあります、うん、おしぎり屋さんで、吉野さん、吉野さんってお菓子屋さんで、和菓子屋作りなんで、はい、でコーヒーの川島屋さん、はい、でお米のせいちゃんっていうところで、うん、あのおはぎの作り方、うん、そしてなんと我らが我らが山内ちゃんの、え、どっちですか、裏、ほら、ほら、あー、いたいた、我らが抜けてたひどい、いさっきまでいたのに、あー、ちょっと視点が痛いぞ、これ痛いな、なんとあの山商店さんで、はい、なんでもない、我らが山内さんのタロットクエストもあると、はい、いうことですね、で前半のところも行きますと、今日はなんとゲストで、うん、この大人気秋の和菓子作りの、はい、和菓子工房吉野のよし、山川さんが本日は来ていただいています、はい、山川さんどうも、はい、こちらどうぞ、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、どうも、はい、お願いします、こちらの方で山川仁志、はい、大先輩なんですけども、うちの先輩、あの青木さんと同級生ってことで、あ、そうなんですか、はい、影のリーダーと、うん、この前同窓会あったばっかりで、あったんですね、あったんです、八重洲の四川飯店で、そもそもどんな方なんですか、ね、はい、よく遊んだけどやんちゃだったね昔からね、今聞いてないですからね、もうどんどん言ってください、どんどん今のうちですよでも遊ぶ上でやっぱりリーダーシップも取ってくれたし、みんなやっちゃんとか集まって遊んだからね、これやっちゃんとやっちゃんって言われる、やっちゃん昔はやっちゃんって言われてたと思う、あ、やっちゃんにしましょう、やっちゃんです、やっちゃんね、ユーストのやっちゃん、ユーストのやっちゃん、それですね、山川先生のところはですね、はい、お菓子の和菓子の吉野さんですけども、うん、ものすごい毎回大人気、いやいや大人気、あの始ま予約受付が始まった瞬間にもう全て埋まってしまうという大人気の講座なんですけども、すごい、今回はどのような講座ですね、秋なので栗のを使った和菓子作りということで、はい、春はですね、はい、イチゴを使うんですよ、で秋は栗を使う、はい、で和菓子教室になってい、はい、栗難しくないですか、栗って、栗もね、旬の栗はねまだまだなんで、一応缶詰の蜜漬けの栗を使って、だから割合に手頃で作りやすいので、細かい話ですけど、これをこうやってこうしたりしますか、これ何をするか、なんか裏ごししたりとか、なんかそういう作業とかやったりするんですか、練り切りってわかります、練り切りってわかりません、和菓子の素材でね、お茶席菓子に使うんですけどもね、白あんに牛皮のお餅を入れて、でちょっとあの粘土みたくて作りやすいような形にするんですよね、
ちょうどあの手触りが粘土みたいな感じで、どんな形にも作れるっていう、それに栗をちょっと埋め込んで茶巾絞りにしたり、あるいは菊の形とかに使って、はい、でその中に栗をちょっと忍ばせたり、それはびっくりって言われた、そんな感じで、うん、なかなか滑った滑ったこれは滑ったぞ本当に顔びっくりしてるねえって顔なんじゃね今回何人ぐらいの講座なんですか。一応2日間を予定して、うちあの、うん、1つの講習で工場狭いもんですから8人ぐらいしか入らなくて、うん、はい、それで2回かける2回で16人で、まあ、いっぱいになっちゃったらもう1日ぐらい増やしようかななんては思ってますけどね。でもこれがまたいっぱいになっちゃうんですよね。16人集めるの大変ですよ、はい、今何人見てる何人見てます分かんないですね、そんなに16人はいかないですよ、下手するとみたいな。いやいや、行きます行きます、じゃ行く、俺の出て、うん、そういうことにしとこ、腕を見ろ、そういうことにしとこ、楽しみですよね楽しみですね。やっぱお子さんとかも多いですか。ね、ほとんどがやっぱり主婦の方が多いですね。年齢はまあ30代から40、50、60ぐらいまで幅が広いんですけどもね、男性の方とかお子様もまあ中には見えますけども、やはり主婦の方が多いですね。圧倒的に、ね、年齢層の方がね、これ楽しめるってことで、ぜひともご応募いただきたいと思います、で他にこの行きますと、これね、山川さんです。他には、フルーツ柄で作るカトーナージュのリボントレー、リボントレーですねこれリボントレー途中まで分かんなかったですね、何言ってるか。リボントレーって何ですか。リボントレーなんですか。リボンのトレーなんですね。あ、その名前、それですね、はい、ヤバス鈴木商店さんですね、あの市役所の近くにありますね、はい、でモデル気分で素敵な自分を発見、エルファンバイマスヤさん、これ駅前通り、モデルの方も先ほどいらっしゃいましたけどね、はい、やっぱ綺麗だね、うん、でその気分を味わえるってことでね、やっぱ味わってみたいね。すごいですね、これどっかのあれですか、カメラの専門の方が来てやるんですか。これなんだろうね、これスタッフ、あ、カメラマン、そうですね、専門の方が来てますね。あ、書いてありました、すみません、はい、ごめんなさい、失礼しました、私も詳しいことがあるので。そうなんですよ、やっぱモデルを撮るときになんかあるんですか、うん、かっこいい声とか、いいね、綺麗だねみたいな、はい、それはもうバリバリ来てるよみたいなのがあるんですよ、なんか、はい、もうね、やっぱ自分も楽しむ、楽しんで相手にもやっぱ楽しんでもらわないと。ちょっとやってみて、ちょっとだけ、いいね、ちょっと見てみて、あ、いいね、ちょっと脱いでみようかとかな、それはないですねすんげえ奥さんに怒られそう、あらあら奥さん綺麗なんですよ本当に。いや、次行ってみようたんですよね、次行ってみましょうでモデル気分で素敵な気分を発見っていうですね、これがエルファンさん、はい、で小座布団を作ってみませんか、和田作さん、はい、これも人気ですよね、和田作さんの小座布団を作ろうと、いいですね、小さいなのでね、うん、作れるんですよ、簡単に作れるんですよね、これもね。来ました来ました、岡村家具店、あ、1ヶ月でできる人に変わるセリーズ、おー素晴らしいと思いますが、できるんですよ、できるんですか、できるんですよ、それを1ヶ月続けられたら、うん、人生変わります、変わります、変わります、片付けます、ね、変えさせます、おー、もうぜひとも来ていただきたいと思います。でも掃除っていうのがね、やっぱり風水の基本なもんですからね、うん、風水で、うん、あのやっぱり言ってましたけどね、まずは掃除、うん、掃除、まずは整理、はい、整頓、うん、それをしない限り風水っていうのは基本が成り立たないと思います、うん、山川さんとかすごい綺麗なんですよ。あ、そうなんですか、やっぱり、ね、やっぱりね、食品を作るので、ね、片付けながらやらないと大変ですね、うん、店もやっぱり店に変なものが隅の方に置いてない、やっぱり隅の方に、店の隅の方っていうのはね、うんうんうん、汚くなるもんですけど、綺麗、綺麗、ありがとうございます、とても綺麗ですよ、ね、やっぱりそういう風にね、流行っている店っていうのは綺麗、はあ、日本なんですよ、そこですよね、それを味噌まんじゅうをね、ありがとうございます本当に、ね、あ、そうですか、ありがとうございます、うん、これは味噌まんじゅう学会のやつじゃなくて、あ、もう味噌まんじゅう学会ですよね、学会のやつ、ね、うん、俺もう出てる、あ、今日か、ね、うん、毎月30日限定なので、味噌まんじゅうはね、食べたいぞ、食べたいぞで、まあ、今日あの特別に手に入った今日はあ、それはあのうちのお味噌饅頭を持ってきました、はい、はい、差し入れで、ってことは今週末、今週末、うん、
焼津のあの、まあ、話がずれますけど、ね、うん、味噌まん、うん、ないないだって焼津市 の、 あの味噌まんじゅうがあの10店舗ね、10店舗の集まって月に1回、出るんです。詰め合わせをしてるんです。詰め合わせが出るんですね、うん、はい、それは味噌まんじゅう学会、焼津味噌まんじゅう学会でね、30日に、30日って味噌の日なんですよね、なので、なるほど、その詰め合わせで、やってるんですよ。お、一つきたよ、はい、パクッと美味しいコメント、1個食べてみよう、かつおだし味噌まんじゅう、こちらは吉野さんの味噌まんじゅうですね、味噌まんじゅうで、はい、じゃパクッと一口ちょっと、じゃあこっちお願いします、味噌ですね、かつおだし味噌の、かつおだしね、お店によってね、やっぱりあの特徴出すんですよね、八丁味噌と醤油で作りながら、中には白あんが入ってるうちもありますしね、かつお節から取った風味豊かなかつおだしをブレンドしたおまんじゅうです。おお、いいですね、もともと味噌汁が味噌とかつおが使ってますからね、相性はいいはずなんですよね、うん、まあ、美味しい、隠し味でかつおだしが入ってます、かつおだしが入ってるやっぱりね、美味しい時に、ね、変なことは言わないよね、美味しいしか出てこないから、美味しい、美味しいから、ね、気の利いたコメントを、ね、求めようなんて思ってないから、美味しいだけど、ね、かつお節の味がします、本当すごい香りがする、香り、味噌の香りだと思う、味噌の香りが、うん、隠し味だから分かんないんだよね、何の味かなと思ったら、あ、それなんだって感じ、やっぱりでも実際比べてみると違うんだよね、10種類全部食べてみると全然違うもんだよね、うん、ぜひあの30日の味噌まん学会のあのおまんじゅうも、またまたぜひぜ ひ、はい、お店で、各お店で予約できますので、できますので、焼津市の10店舗、10店舗で味噌まんじゅう全部入ってますね、ほとんど味噌の販売してるうちは、美味しい、ね、うん、これ美味しいんでやってもらいたいです、ね、でそこで岡村幹部店舗で、はい、佐藤めがねさんが、東海道53次歩く、佐藤さんはね、いろんな多趣味を持った方なのですからね、うん、いろんなことをやれるんですよね、なのでいろんな話聞けると思うんで、ぜひね、面白いですよね、面白い話を聞きながら、うん、あれ、焼津に、焼津って東海道あります？元東海道なんですよ、焼津は。あ、元？元東海道なんですけど、基本的に藤枝になっちゃったんだけどね、最終的には。そうですね、うん、元で、元東海道、元東海道、岡部口いや、これどちょっとちょっとずれてるね、いや、本当に東海道だね、通ったんだよ、本当に本当に通ってたんだから、昔は。わかりました、ありがとうございます、最高、最高、うまい、この後でまた取り上げてもらいます、ね、そうですねで、豊島屋さん、手芸の豊島屋さん、これ昭和通りにありますけども、スワロスキンで作るクローバーリング、これまたいいですよね、専門店なので ね、豊島さんはね、手芸のね、手芸の、すごい綺麗ですね、これで、アンビアツアーズの本社営業所でやるのが北海道の、毎回旅行に関してやるんですけど、今回は北海道に関してですね、行きたいね、北海道、行きたい、連れてってくださいよ、嫁さんに言ってみる、嫁さんに言ってみる、そうですね、行ってきます、また子供も可愛いからね、ありがとうございます、今のうちだよね、そうですね、今のうちですね、はい、今にね、本当にお父さん嫌いとか言いますから、あ何歳だっていうね、まだ何歳だっけ、今1歳と半年、1歳と半年、可愛いね、で次が着物着で作るティッシュケース、はい、増田五穀さん、はい、こちらの近藤先生というのがね、やっぱりね、素晴らしい方ですね、なかなか忙しい方なんですけど、はあはあ、あの話がなかなか聞けないんですけども、はあ、動画でやっていただけるっていうのでね、はあ、貴重なお話ですので、ぜひ聞いてもらいたいですね、そうですね、で次が、暮らしに役立つお金の話、焼津信用金庫、中央支店、これもなかなかね、ゆっくり聞けないですよ、やっぱりお金絡んでくるとね、一対一で聞くとやっぱり、あ、預けにはいかないのかなとか、ね、いろいろ契約しないかんのかなってなっちゃうんでね、うんうんうん、やっぱこういうまとまった時にね、何人かで、で人数的にも4人なんで、うん、まあ多すぎず少なすぎずで質問もしやすい感じなんで ね、うん、はい、なかなかお金聞けないんでね、はい、まあ貯めてるらっしゃる方がこちらにいらっしゃいます、何をしてるのですね、ぜひ聞いてみてもらってですね、はい、で増田電機さんが、調理家電の便利な使い方、やっぱり電気屋さんでね、そこで調理器具があるんですよね、調理家電、IH のキーヒーターがそこの店に置いてあるものですから、はいはい、そこでやれるんですよ、あ、どうも
どうもお疲れ様です。お疲れ様です。で、インテリア原友ゴールデン街ですけれども、こちらも色と生活って色に関してはさまざまな生活の中にある色についていろいろお話しするというですね。で、ファミリーショップ中野さんで、ブルーのワイングラスのアレンジですね。まあ、いつもここはブリザードフラワーと言いましたね、うん、ええ、ブリザードアレンジメントフラワーですね、ええ、奥さんがそういう資格を持ってるって資格なんですよね、うん、これもある程度どうなんですかね、でも教えてらっしゃるか、花の関係を教えてらっしゃるのでぜひこれもいいですね。で、女性には欠かせないお肌、夏バテしていませんか。もう夏バテ、もう夏バテなんですよ。もう本当に綺麗になりたいわ。プチセレブですね。プチセレブエステということで、化粧専門店、セラ和光さん、これは駅前のところですね、うん、こちらも毎回ですね。で、またありました石松園めちゃ本舗さん、これ毎回ここら辺に飾ってありますけど、ジャイズユーストリーム会が大変お世話になります。茶の子の夏に日焼けで傷んだ肌を修復しようと、うん、この人はまた前中野さんは素晴らしい方ですからね、本当にいろいろと、ね、経験されてきてるんですよね、ファッション関係から、こういう経営な関係まで、いろいろ話し聞けると思いますので、間口の広い方ですよね、中野さんはね。で、坂本鍼灸接骨院インナーマッスルラクラクトレーニング、ダメね最近腹がぷよぷよんだから、ね、10年まだ何年何歳30あ10年おっさん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 に並んじゃってるから、まずいですね、ちょっとね、なんだこの絵面はなんだおっさん3人の絵面っていうのいや、ここお兄さんにしとこ。さて次が、1分で完了季節の、こちら骨盤矯正体験ボディケア家広さん、これは昭和通りになります。こちらも人気でね、毎日1人から2人目なんで、予約がなかなか大変なんですけども、こちらも人気ですのでぜひ、というわけですね。こんだけありますね。この中でぜひ、山内先生のお話も聞いてみたいところですけども、呼んでもよろしいですか。タロットさんですね。山内先生もちょっとお話を。ああ、呼んじゃう？山内先生。いいんですか？いい。いいです。ごめん。山内先生もお出になるんですか？山内先生も出られちゃうんで、ほら。そうですね。どうぞどうぞ。はじめまして。はじめまして。どうも。あ、いや、僕後ろでいいです。まあまあ座って。いや、まあまあ座ってください。どうぞ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 。じゃあ私はじゃあどうぞどうぞ。相変わらずですね。え、相変わらず？はい。相変わらずですね。相変わらず汗が。はい。もうね、この始まる5分くらい前にまさか番組に出るってことを知ってしまったっていう。おお。寺内武が。山内さん。はい。で、これは今回はタロット占い教室ということで。そうです。タロット占い教室。オムライスステーキの山商店さん。はい。で、今回は何回ですか？1、2、3、4、5回。8回ね。8回。あ、ごめん。8回。全。各回8名だった。各回8名ですね。6日間ですね。6日間ですね。はい、はい、サロットローナー、なかなかこのコラボレーションとしては面白いですよね。そうですね。このステーキハウス、なんていうか、料理やってるのかな、そこはレストラン。レストランですね。だから今までだから、サラダのドレッシングとかそういう教室を開いてたんだから、初めてですよね、山椒さんでタロット占い教室っていうのはね。今回どのような予定で？まあ、タロット占い教室、まあ、1回きりのこう完全版で、もうそれが終わったら簡単な占いはできるというですね、そんなプランを。天使の客行ってそんな感じです。そんな感じの。だって分かるんですか、これ。なんか表みたいなの見れよ、読めば分かるよ。ああ、そうですね。あとはイメージ。イメージなの？はい、絵を見ていただいて、その絵を見てどう思うか。占いって結構そういうところから。そもそもタロットってのは何だっていうのはちょっと思うんですか？まあ、占いと言われるように、まあ、占いの道具の一つではあるんですが、歴史的にはですね、古代ヨーロッパであったりとかエジプトとかですね、まだ分かってないと。そうなんです。いろんな説があってですね、非常に謎に包まれているものがあって、またそれも一つの魅力なのかなというふうに思います。何枚ぐらいあるんですか？22枚と、タイプがあってですね、78枚という占う場合もあるんです。あ、そんなもんなんだ。僕は22枚を主に
やってますし、こちらの占い教室でも22枚のカードの占いについてですね、これを22枚使って、はい、運勢が分かるんですね、はい、いいですね、行きたいですよね、行きたいですね、ありがとうございます。自分でできるわけ、自分は自分で占えるんですか。そうそう、占います。あ、そう、自分で自分を占うこともできますし、誰か占ってあげようかなっていう、うん、そういう風にもですね、うん、できますので、じゃあ夜のお店でこうやって占ってあげようかって出しちゃうわけですね。ああ嫁さんに怒られる綺麗な嫁さんなんだから、なんだこのおっさん4人のやつだ。ここはお兄さんってことで。そんな僕変わんないんですよ。え？カズさん年。多分そんな感じです。多分そうだと思う。最近痩せられましたから。ありがとうございます。最近は痩せたと有名な山下さん。そうですね。ぜひ本当にね。多分こちらもね人気になると思いますけども。多くの方にね、占ってもらって運勢を。これ運勢を良くするってここにあるんですか。そうですね。運勢がちょっと流れが分かるってことですか。両方です。両方。流れが分かるので、じゃあ良ければいいですけれども、良くないとしたら、じゃあその良くない方向に行かないようにするためにはどうしていったらいいのかという、あの対策が出てくる。そこのアドバイスが難しい。そうです。はい。この腕の娘。そこはこうプロと。アマチュアの違いって。じゃあ、こちらはまあ、これはこうなるよってだけは分かるみたいな。あ、それも分かります。あとは、その対処法。対処法。対処法。ちょっと、今回はちょっと、教えてみます。いいですね。ぜひとも参加したいところです。そうですね。参加したい。夜のお姉ちゃんのために。あきらさんって、はい、八重洲でイベントとかってやられてるんですか。いつも静岡とかのイメージがすごい強いんですよ。八重洲ではあんまりやってないですね。やって今回はあのブラジルフレッシュっていう、はい、お店ではちょくちょくたまにやってたりとはするんですけど、うん、それ以外はもう八重洲は多分初めて、うん、あそうですか、じゃないですかね。はあ、そうなんですか。今そうですね、あんまり。はい、結構タロットカフェ週1回ここで配信をしてますので、うん、人によってはアキラって焼津なんじゃないかって、焼津に住んでるって、うん、そういう噂が流れてるんですよ、うん、はい、いや静岡でしょって言うと、あ静岡なんですよ、すごいびっくりされるのでびっくりびっくりびっくり、そうなんですよ、こっちがびっくりですよ。もっと焼津でやってよ。何の声だったの今。どこの声だったの今。天の声です。天の声。ぜひやっていただきたい。なんか機会あったらぜひやっていただきたい。はい、はい、ぜひやぜひお願いしたいと思います。あのモッコンを1時間預からせてもらってもいい。いやそれはちょっとダメですか ね、 ね、僕意外と高いんでね、こっちの出演料がね。モッコンはモッコンだけ高いんですよ。モッコンじゃないモッコンじゃない、モッコンだけ高いんですよ。モッコンです。ずっとモッコンだと思ってモッコンです。ムックンヤックンどこにいるのみたいな感じ。ムックンヤックンでもない。お腹黒くなってないですか。ちょっと腹黒くが見えるんですけど。暇に送られるから大丈夫。あ、そうですね、そういう問題かな。ちょっと補完の問題にがあるんでね。人がいる。いよいよ閉店の音楽になってまいりましたけど、いいエンディングです。そういうことですね。でも、はい、9月5日から予約の方が、受付の方が始まりますので、はい、これ聞こえてんのかな俺。大丈夫かな、はい、9月5日から始まりますので、ぜひとも各店で、申し込みいただきたいと思います。チラシの方もまた9月1日かな、折り込みは。そうですね、1日かな、1日、はい、で、八重洲広報、八重洲の方には八重洲広報の方にも若干紹介されますので、そちらを見てこの講座いいなと思ったら、ぜひとも申し込んでいただきたいと思います、うん、ほぼ無料、ちょっと一部材料費のかかるところもありますので、どうしてもね、お土産で持ってってもらう時のためにちょっと材料費がかかるうちもあるんですね、うん、大した金額じゃないんで、うん、それほど負担になる金額じゃないと思いますので、うん、ぜひとも気に入った講座、気になる講座がありましたらお電話していただいて、はい、申し込みいただきたいと思います。で、各店に行ってもチラシの方ございますので、うん、そちらでご覧いただいてもいいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。じゃあ、こういう形でなりましたけども、はい、ぜひ、はい、松地民盛り上げていきたいと思いますので、はい、頑張りましょう。こちらこそ頑張りましょう、はいはい。それでは、じゃあ締めを、渡辺大先生にやらせてやっていただきたいと思いますので、ここいやもう渡辺先生の腕を、締めの技でここで大団円ということで、ね、拍手で終わりたいと思いますので、拍手を用意してますよ。よし。
今日は8月の26日ですけどね、工事の綺麗になりたいはこれでさよならです。そんだけなんだじゃん。バイバイ。